三平方。まずこれから三平方の定理で、はい、x2 乗足す82乗イコール172乗。そして、からの、はい、ここからだよね。ここからどうするかっていうと、5で割って、はい、5で割って、3で割って、はい。ってことは、はい、5が2つ、3が2つだから、はい、x イコール2つね、2つね、つまり丸々三角三角だから、ルートの中は2つ1組あれば外に出るから5と3が出て10ですが、はい、ここ225、これはもう覚えちゃっといたら楽だよね。はい、つまり大きいやつね。はい、100だよ、これ10だよね。はい、121、11、100、69、あ、違う、ごめん。はい、そして144、はい、12、169、13、そして、196、14、そして、225、15、はい。16が G5、ロと。そして17は、不惑と。ね。まあ、15ぐらいまでは覚えておいた方がいいでしょう。で、覚えられなかった場合で、例えば出てきた時に144になってたら、4ってことは1の位2になしとか。ね。9だったらサザンの桁から13。ね。6になるのは14、4416。で、5になる、25になる、15、5、5、20。で、6636の6と、7749の9と。ね。だからここに出た数字で、だいたい10いくつっていうのは分かるわけ。20だと400になっちゃうね。10でちょっと100と。その間で、この1の位のやつを見ると、だいたい想像ができるっていうわけだ。これぐらいは覚えて、ここまでは覚えておくと、結構楽だよね。